どっすい。マスクザフリーマン TV。 はい、こんにちは、マロです。今回はですね、以前からコメント欄でね、レビューしてほしいと依頼の多かったね、完全ワイヤレスイヤホンを紹介したいと思います。それがこちらでございます。よいしょ。はい、こちらノーブルオーディオの完全ワイヤレスイヤホン、その名もファルコンでございます。ネバーエンディングストーリー。はい、ファルコン、名前かっこいいっすね。皆さんノーブルオーディオご存知ですか？イヤホンにね、詳しい方とか、ガジェット好きな方でね、テック系の記事なんか見てると、ご存知かもしれないですけど、僕もね、去年ぐらいにね、初めて知ったんですよ。僕ね、ワイヤレスイヤホンいっぱい紹介してきますけど、別にイヤホンマニアっていうわけではないのでね、あくまで、スマホをね、楽しむアイテムとして完全ワイヤレスイヤホンが好きっていうだけでね、ノーブルオーディオはね、イヤホンマニアだったらご存知の方多いかもしれないんですけども、10万円を超える、ハイエンドイヤホンのメーカーなんですよ。はい、こちらはですね、カーンというモデルなんですけども、これがですね、フラグシップモデルで、お値段がなんと30万円ね、とんでもない価格とデザインをしております。このノーブルオーディオはですね、2013年、聴覚学者、聴覚専門医である、ジョン・モールトン博士によって設立されたオーディオブランドでございます。このジョン・モールトン博士は、独特のね、そのデザインセンスと、チューニングセンスで、ウィザード、魔術師と呼ばれてる方でございます。昔からものすごいオーディオが好きで、2013年ですから、わりかし最近ですよね。こういったね、独自のオーディオブランドを立ち上げたと。今やですね、世界的にも評価の高いオーディオブランドとなってます。そんなね、10万円を超えるハイエンドイヤホンのメーカーが、完全ワイヤレスイヤホンをね、発売したというところで、マニアの間ではね、非常に話題となってました。で、このファルコンなんですけども、10万円を超えるね、イヤホンのメーカーが発売したにもかかわらず、お値段がですね、19,800円、庶民からしたら厳しいお値段ではあるんですけども、高級オーディオメーカーとしては非常にね、格安のモデルでございます。そしてね、何より音の評価がね、非常に素晴らしいということで、これはね、試さないといけないなと思って今回入手してみました。それでは魔術師が作り出したこちらのファルコン、一体どんなワイヤレスイヤホンになってるのか試していきたいと思います。それではですね、中身見ていきたいと思います。10万円をね、超えるハイエンドメーカーが作り出したイヤホンってどんなものなんですかね。非常に楽しみです。よいしょー。はい、こちらが本体でございます。ケースとイヤホン分かれて入ってますね。ちょっと取り出してみましょう。まずケースなんですけども、非常に小ぶりですね。すごく小さい。これサイズ感分かるかな？こっち、AirPods Pro なんですけども、プロと比べてでもですね、正面から見ると、ずっと小さいんですよね。横から見ると、ちょっと厚みがあって、細長いね、形状になってるんですけども、体積的にもですね、そんなに変わらないんじゃないかなと思います。で、素材はですね、かなりプラスチッキーな感じで、お世辞にもそんなに高級感があるデザインではないですね。そして正面にですね、USB-C の端子がついてまして、LED がね、4つ並んでおります。ここでですね、充電状態を確認することができそうです。そして、イヤホン本体なんですけども、ちょっと取り出してみましょう。よいしょ。はい、こちらがですね、イヤホン本体となってます。イヤホンのね、形状が独特で、これわかります？かなりね、ノーズの長いデザインになってますね。ちょっとね、今まで試してきたイヤホンとは全くね、異なる形状をしております。ですから、耳の手前にね、取り付けるというよりは、しっかりね、耳の奥にこのチップをフィットさせるような、デザインになってますね。この辺からね、もう普通のワイヤレスイヤホンとはちょっと異質な感じはしますけども。そして側面はですね、このメタリック調の、色合いになってまして、これはタッチパネルじゃないですね。物理ボタンですね。この物理ボタンで操作をするような、感じでしょうか。今ね、ボタンを押すと、はい、このようにペアリングモードになって、側面がね、青と赤に、点滅するようになってますね。ケースにしまうとですね、このように LED が赤く点灯しますね。こうやってね、持っていてもめちゃくちゃ軽いですね。はい、他にですね、付属品がですね、このようにキャリーポーチついてます。ちょっとベロア調のね、ポーチがついております。そして充電用のですね、USB-C ケーブルついています。反対側がですね、タイプ A のケーブルですね。はい、そして銀色の袋が入ってまして、これがイヤーチップですかね。イヤーチップはですね、最初についてるものと別に、大小のね、2種類がついております。そしてユーザーズガイドついております。
あ、嬉しい。ちゃんとですね、日本語にも対応してますね。はい、中身はですね、だいたいこんな感じでございます。ちょっとですね、重さ測ってみましょうか。重さなんですけども、39g。え、めちゃくちゃ軽くね、これ。本体だけちょっと測ってみると、本体が 10.5g。本体はまあまあ軽いっていう感じなんですけど、ケース含めるとすっごい軽いですね。今まで試したワイヤレスイヤホンの中でトップクラスに軽いですよ。はい、ちなみに AirPods Pro ちょっとインケースのね、ケースつけてるんですけども、これが 66.5g。まあ 10g ぐらいね、本体だけだと軽いんですけど、それでもノーブルの方が全然軽いですね。イヤホン本体だけだと、イヤホンもね、AirPods Pro が 11g。AirPods Pro よりは全然軽いですね。サイズもね、かなり小ぶりなんで、まあ、ズボンのポケットとか、上着のね、内ポケットなんかにも、スッとね、忍ばせられるようなサイズ感になってます。それでは早速ね、ペアリングしていきたいと思います。中身を取り出すとですね、このように点滅してますので、あとはですね、 Bluetooth の設定画面から、このノーブルのファルコンを、選択するだけですね。非常に簡単でございます。そしてペアリングのポップアップから、このペアリングをタッチするだけでございます。でね、対応アプリがね、2019年代に登場するという予定だったみたいなんですけど、まだ登場してないんですよね。ですから今はね、本体を接続してね、パッと、まあ、使えるようになってます。まあ、この状態でも非常に評価は高いんですけどね。そしてこのファルコンですね、本体も非常にね、軽量で、まあ、コンパクトなデザインをしてるんですけども、あのスペックもね、かなり優秀で、イヤホン本体の最大再生時間が、10時間、そしてケース含めてね、40時間の再生が可能となってます。すごくないですか。イヤホン単体10時間、ケース含めて40時間ですよ。旅行やね、長時間の移動でもバッチリですね。本体にはですね、デュアルレイヤードカーボンドライバー、サイズが 6mm のものを搭載。まあドライバーサイズはね、そんなに極端に大きいっていうわけではないですね。まあどんなね、音を鳴らしてくれるドライバーなのか非常に気になります。そしてコーデックなんですけども、 SBC-AC aptX に対応。まあ iPhone でも Android でも比較的高音質で楽しめるモデルとなってます。そして Bluetooth はね、最新の 5.0 対応。あとですね、 IPX7 の防水性能がついております。まあ AirPods とか Beats とかは、まあ、スポーツ OK とはいえ、 IPX4 とかね、5の耐水性能のモデルが多いんですけども、これは IPX7 とね、だからスポーツや雨なんかでは全然安心ですし、まあ、水没してもね、すぐに壊れることはありません。まあ音質だけじゃなく、非常にね、安心感にも優れたワイヤレスイヤホンになってます。スペックも申し分ないですね。まあ、残念なのがね、ノイキャンダーとかワイヤレス充電っていう、まあ、細かい機能はついておりません。というわけでペアリングも終了しましたので、こちら魔術師の作り出した完全ワイヤレスイヤホンファルコン、一体どんな音なのかチェックしていきたいと思います。というわけでですね、こちら音の魔術師が作り出したワイヤレスイヤホンファルコン、音質をねチェックしてみたいと思います。まずつけ心地なんですけども、つけ心地はね悪くないんですけども、独特の形状をしてますから、あのスポッとねこうはめるだけじゃいまいちねフィットしないんですよ。本体はねピタッと貼り付いてくれるんですけど、やっぱりねこのチップがなかなか合わなかったりする。だからこうやって装着してちょっとね微調整が必要ですね。それさえすれば耳にピタッと収まる感じですね。あとね、僕いつもチップね左右同じサイズのものをつけてたんですけども、あのね左は大きめのチップ、そして右はね、まあ、ミドルサイズのチップと、ちょっとチップのね大きさも変えた方がねフィット感いいんですよね。結構耳へのフィット感がシビアで、必ずしも同一サイズのチップを使うと耳に合うっていう感じじゃないんですよ。なんか右はねちっちゃめのチップで、左耳は大きめのチップの方がなんか僕はフィット感かなりいいですね。まあ、実際つけるとこんな感じですね。そして操作はですね、こちら側面の、物理ボタンで全て行います。1回押すと再生停止、2回押すと曲のスキップ、3回押すと曲戻し、そして左側をですね、2回押すと音量のアップ、3回押すと音量のダウンと、一応ですね本体で音量操作まで全てこなすことができます。それでは音楽聴いてみましょう。のーこれはねやばい。ちょっとね音楽聴いてみましたけども、まあ、一言で言えば音キレッキレです。あのね音がめちゃくちゃスパイシー、かなりね刺激の強い音ですよ。いやこれはすごいわ。じゃあどんな音質かっていうと、まず低音、
低音がですね、ほんとキレッキレなんですよ。まあ、ソニーとかビーツ、そしてゼンハイザーみたいなちょっとウーファーを効かしたようなね、ずぶとい低音じゃなくて、めちゃくちゃ引き締まった低音なんですよ。だからスピーカーから聞こえてくるような、さ、ボワンとした低音じゃなくて、まるで目の前でね、ドラムのバスを踏んでるようなビシッとした低音なんですよね。じゃあそういった分厚くないから迫力ないのかって言ったら全然そんなことなくて、めちゃめちゃ音自体もパワフルなんで、今まで聞いてきたワイヤレスイヤホンの中で一番低音が引き締まってますね。そして引き締まってるのは低音だけじゃないですよ。音の輪郭がめちゃくちゃくっきりしてる。解像度がね高いせいか、音の輪郭がすごいんですよ。高音域がねめちゃくちゃシャープな感じ、なんか突き刺さるような高音域をしてて、これがですね引き締まった低音とすごい相性がいいんですよね。楽器のね細かい音まですっごいねくっきりしてると言いますか、びっくりするようなね明瞭感をちょっと感じることができますね。まあ音の傾向としてはちょっとドンシャリ傾向なんですよ。ドンシャリ傾向なんですけど、低音がドンまでいかなくてすっごいビシッとしてるので、ドンシャリっていうかビシシャリっていう音、あんま聞いたことないですけど、ビシシャリなんかね。それぐらい低音域も高音域もめちゃくちゃ引き締まってますね。とはいえ全体の音のバランスが悪いわけじゃないですよ。むしろいいんですよ。中音もねかなり綺麗に伸びてくれますし、響いてくれますね。例えばボーカルの声なんかも、じゃあそういった力強いね楽器の音に埋もれてるのかって言ったら全然そんなことなくて、声の抜けだとかエコーの余韻、そしてコーラスなんかもすごく綺麗に響いてくれるんですよね。低音も引き締まってすっげー力強い、高音もめちゃくちゃ鋭いんだけど、全体的なバランスも結構整ってると、音楽を綺麗に鳴らしてくれると、これはねすごく面白いチューニング。確かに今までのワイヤレスイヤホンでは感じられなかった部分ですね。もう音の輪郭がすごいから、Bluetooth 特有の濁った感じとかぼやけた感じっていうのが全くないんですよ。でびっくりするのが音の力強さで、音量ね半分ぐらいにしても結構迫力のあるね音の圧力を保ってくれるんですよね。それでいて再生時間もかなり長いですからね。ちょっとねこの音はびっくりしましたね。僕みたいなパンチのある音が好きな人にはめちゃくちゃハマると思います。ここまで言うといいところずくめじゃねえかと、最高じゃねえかと思うんですけども、やっぱり気になるところもあります。まずこの音の鋭さっすよね。鋭すぎるんですよ。ですからね音量低く聞いてるときは迫力があって尖ってていいんだけども、ちょっとね音量大きめで聞くとやっぱり高音域が少し突き刺さるような感じがする。エレキギターを鳴らすときだとかドラムのハイハットとかシンバルを流すときにやっぱりシュッとしたね高音域の尖った音が耳にちょっとキンと響く、ここ不快に感じる方もいらっしゃると思います。ボーカルの息づきとかの瞬間もなんかちょっとねシュッとこう高い音が耳の中に入ってくるような、まあ極端に高音域を強めてるモデルとかによくある音ですよね。そのシュッっていう感じが、まあ、不快に感じる方もね結構いらっしゃると思います。あとはですねボタンがねちょっと硬いんですよね。ボタンが硬いからこうやってねボタンを押した時にちょっと耳の中にグッとイヤホンが押し込まれるような、チップがずれて音が抜けるっていうことはないんですけどね。遮音性もですね悪くはないんですけども、やっぱり音楽を再生してないと普通にちょっと音は聞こえますよね。なんですけどもこの音がねめちゃくちゃ力強いから音楽に集中できて、逆に外の音あんまり気にならない感じ、めちゃくちゃ優れてるわけじゃないんですけど、音の力強さで、まあ、相殺してるっていう印象ですね。実はですねこのファルコン年末に購入しても2週間近く使ってるんですよ。で先日紹介したこちらアビアトン TBD21F、 これもですね年末に、まあ、一緒に購入して2週間ほどね使い比べてるんですけども、このアビオットと全く真逆の音ですね。このアビオットはね音は繊細なんだけどすごくね丸みがあって優しい感じなんですよね。すごくマイルドな感じなんですよね。優しい音。こっちのファルコンは突き刺さるような音なんだけど、こっちのアビオットはじわっと体の中に耳の中に広がっていくような音質なんですよね。すごく対照的なんですよ。ですから例えば読書をしながら BGM を鳴らすってなったら、こっちのアビオットの方がね心地いいと思うんですよ。その本の邪魔にもならなくて耳の中に綺麗にね音楽を届けてくれるっていう印象で、こっちのファルコンはですねもう血圧上がって
がっちゃいそうな音ですよね。こう本を読んでても耳の中に鋭い音楽ね、ジャンとこう突き刺さってくるから、本を放り投げてセドバンとかしたくなりますよね。使用環境によっては使いやすさが全く異なる印象ですね。外とかだったらこっちのファルコンの方がね、音楽がねビシビシ入ってくるから結構いいんじゃないかなと思いますけども、あとは洋楽とかのヘビーなね、ハードロックとかそのメロコアとか聞くんだったらこっちのファルコンの方がおすすめですね。ただそういったハードな音楽を楽しむだけじゃなくて、例えばちょっと落ち着いたね J-POP とかバラードなんかあるじゃないですか。それを聞くのもねすげえいいんですよ。音の響き方が決して悪くなくて、むしろ綺麗な方なので、プラスこの引き締まった低音とくっきりしたね音が、そういったバラードとか落ち着いた曲でもちょっとスパイスを加えてくれるような、ちょっとパンチを効かせてくれるような、そんなイヤホンに仕上がってます。いやー、ジョン・モールトン博士のチューニングセンスは非常に面白い、びっくりしましたね。まあ10万円をね超えるイヤホンをバンバン出してる、まあハイエンドメーカーなんですけども、これ価格2万円弱なんですよ。なんですけども音に妥協してませんね。可能な限りユーザーを楽しませてくれるような音作りはしっかりされてますね。これはね音質めちゃくちゃいいんですけども、僕みたいなパンチのある音、激しい曲も楽しめるような音が好きな人にとってはたまらないねモデルになると思います。まあ、通信の安定性もね非常に良くて、まあ、混雑した駅構内とかだったり特定の車が通った時にプツッとね途切れることはあったんですけども、全然頻繁じゃないので、まあ、頻繁にね途切れるっていうことはなかったです。一回プツッと途切れたらすぐ復帰してまた安定して使えるみたいな、ストレスになるような途切れ方はしませんでした。で、音の遅延なんですけども、遅延はですね、まあ、AAC アプト X に対応してますので非常に低遅延に抑えられてます。まあ、YouTube とか Netflix とか動画なんかは違和感なく楽しめるレベルでした。ただですね、ゲームになるとやっぱり優秀とはちょっと言えなかったですね。はい、このように今ゲームプレイしてるんですが、分かります？まあ、AirPods Pro だとかこの間紹介したねレーザーのハンマーヘッド、こういったモデルに比べると、まあ、少し遅延は目立ちますよね。ゲームに関しては遅延は優秀とは言いませんでした。はい、というわけでですね、こちら、ノーブルオーディオのファルコンちょっと試してまいりましたが、これは素晴らしい。まあこれね、去年試してたら昨年のねイヤホンランキングを塗り替えるくらい僕は気に入りました。まあそれぐらいね僕が好きな音だったので、まあ AirPods とかねこういったアビオットみたいなちょっとマイルドでねフラット傾向な音が苦手な方にはめちゃくちゃね素晴らしいモデルだと思います。なかなかないですね、ここまで音が鋭くて引き締まってるイヤホンっていうのは。で、この鋭さとやっぱり力強さがですね、まあ外でねイヤホン使う時とかって小さい音で聞くじゃないですか、周りに配慮して。そんな小さな音でも、まあ、しっかりね圧力を感じさせてくれると言いますか、むしろそれくらいの音で聞く方が気持ちいいくらい、それぐらいね過激なモデルになってます。そして本体の音プラス長時間のね再生時間だとか非常にね強い防水性能もついてると。まあ、これにねノイキャンがついてたらとんでもないモデルになるんじゃないかなと思わせてくれるような、ワイヤレスイヤホンでした。また概要欄にですね購入ページ貼ってますので、気になる方は一度チェックしてみてください。参考になりましたら高評価チャンネル登録の方お願いいたします。それではまた次回の動画にも遊びに来てください。バイオです。